おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。4月で春です。衣替えをしないといけませんが、私はまだ服の冬の服を着てます。画面上だと全然わかんない。また冬の服着てる。だいぶ暖かいよ。なんか20度って書いてある。多分これがアップされる頃では夏だろうけどさ、そりゃ健康にアップできたらの話なんですけど、まあもう夏だよね多分。はい、というわけでね、春先になってまあね、いろいろ変化するタイムありまして、僕の部屋は変化してないですね。あのね、ちょっと評価したいのがね、ここに引っ越す時に吸音材貼ったじゃん。吸音材さ、一回もまだね、なんかやっぱ時が経つと剥がれてくんじゃないかなってずっと思ってるんですけど、半年経った今でもまだ、もう1年経つからもうそろそろまだ剥がれてないなって、すごいことだよね。ね、両面テープで貼った吸音材は、このチャンオシートが友人たちにと一緒にね貼ったやつがまだ剥がれてないってすごいな。うん、もっと剥がれてきてさ、毎日大変な目に遭うんじゃないかなって思ってました。ちょっと今回はね、マジのパーティー行きますよ。来ました、このマジカルメイスメタルキングで、そして天使のローブを着た魔法使いコンニーです。さあ何をするか分かりますか。過去の動画ちょっとだけあったかな。よろしくピクシーゴースト。あはは、来たー。来ました、出ました、この大会優勝パーティーが。いや、このチームの歴史ってさ、すごいよね。このピクシーゴースト魔法使いっていうのはどういうチームかって簡単に言いますと、まあモンバト2の前期、まあ2のレジェンドに行くわないレベル、その2の前期においてですね、大会優勝者かつ大会準優勝者、そして参加者ともともほとんどがこのパーティーだったって、いわゆるデンタリッチみたいな存在です。大会初期のもうデンタリッチみたいな存在ですよね。もう本当にそれぐらい言ってもいいぐらいこれで埋め尽くされたっていう歴史もあります。さあぶん殴ってくるぞ、大丈夫か。うわ、ここ食らっていくか、食らっちゃうのか。何が強いのかって言いますと、魔法使いによる職業相性はもちろん、草原盛りによるね、高回避率や HP の上昇で、ミニモンによるさらに底上げ。このミニモンチームっていうのは実は昔はもっと上昇してたんですよ。今は HP5% アップだったかな、なんですけど、昔はミニモンチームって 10% 上昇、どこでやったん10% 上昇だったんで、もうちょっと耐久力もあったんですよね。で、あまりにもこのミニモンが強い、おーおい、避けていく、そのプルッっていうやつね、そのピロリね、さすがに草原森のさ、5% 回避プラスはやばいからね。あまりにも、そのミニモンチームが強かったんですよ、2の前期って。もう1の初期は、本当に HP ただただ低いだけのクソ雑魚だった感あるんだけど、そのクソ雑魚がね、2の、やっぱ、主人公がミニモンであるっていうこともあって、どんどん強くなったわけですよ。株がかなり上がったわけね。ミニモンの HP の低さを、まあ、主人公のさ、おい、ちょっと待って。ミニモンの HP の低さを、主人公のさ、レベルで補えるわけじゃないですか、HP とかと。ミニモン短所を補いつつ、まあ、ミニモンが強い。で、あまりにこの、特にこの、ゴーストとピクシーっていうのは、結構過去の動画でも言ったことあるんですけど、強すぎて弱体化されました。そして来ました。一撃ヒット。はい。1-2-3の優勝。強すぎ。耐性無性380度どないなってんの。フールブレイク。これ実はさ、マジカルメイスも。ピクシー、ゴースト、マジカルメイス、全部ね、ナーフされてます。あまりにその大会で強すぎたせいで、ピクシー、ゴースト、マジカルメイス全員弱体化されてます。まあ、どんな弱体化かって言いますと、まあ、簡単に言えば回避率の弱体化とか、回避率弱体化、マジカルメイスはフールブレイクの、威力まで弱体化しましたからね。昔、フールブレイクなんか500ぐらい出てましたもん、本当に。本当に出るとこでは500ぐらい出てたっていうぐらい強い技なんで。だから、このパーティーがね、ま、デンタリッチが弱体化してもおかしくないかもしれないけど、それでも強いけど、こいつらは弱体されたことでただの雑魚になりましたからね。それでもね、活躍してるよ。もう、大きい奴らにさ、おーでたピクシーちゃん来たよ、ドロンちゃん、炎の呪文は打ち出す、それ余裕で勝っちゃった。圧勝。大体その、チームっていうのはさ、チームの HP 的なボーダーを言うと、
2500とか2600ぐらい欲しいわけなんですよ、やっぱ対人戦的において。でその対人戦のさ HP をちゃんと確保しつつ、まあ回避率、ミニモン特有の回避率ですよね。だからぶっちゃけ今なんか画面に並んでますけど、全員全員ミニモンですからね。とりあえずシールド構造だろ、なんだろ、なんだろでシールド構造のスライムだろ。まあ魔法使いと、おっとさすがシールド構造鉄壁魔法使いとミニモンが相性が良すぎたんですよね。ベビーサタンやスライムなども魔法使いと相性の良くて、さらによく組まれてたモンスターになるんですけど、まあ、ピクシーゴーストが一番多かったかな。うんね、その結果ピクシーとゴーストはマジで弱体化されたベビーサタンやスライムは変わってないんですよね。うわ強いヘガロコさあ向こうもミニモンチームできましたよミニモン同士内外駆使よ。でもこれはどうなんだろう。おっと、そう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 、この戦士チームはこれがあるからね。で一般的に大会で使われたやっぱ状態上 SP とかあるじゃないですか。ミニモンっていうのは基本的に状態上に対しては、おお、ここにピロリ入っていく。ミニモンって状態上に対しては基本的になんか強い感じなんですよね。だからあの状態上 SP の対策としてもミニモンは優秀だったしてか目開い、今ちょっと待って、今目開いたままさパターって倒れとったけど俺見たぞ、目開いたまま倒れとったね昔のゲームだからなさあ HP 差並びました。ここでフルベイク、フルベイク当たるか当たらんかよ。ただちょっとねこのね魔法使いパーティーにはね問題があるとすれば、ピクシーゴーストは頭が悪いです。どういうことかっていうと、さっきのデインとかメラとかこいつらの攻撃呪文っていうのは打つ先がかなり適当なんですよ。どこにでも打ちます本当にこのデイン強いなと思ってたらね、全然違うとこ打つの。もうこんなドン、まあ、またそいつかい。要するに効く相手がいたとしてもそいつを狙うことがないんですよね。でフールブレイクはまあ、昔はそうじゃなかったけど低迷中なんですよ。その関係上安定した打点ではなかったね。呪文っていう、うわー強いよー呪文っていう安定した打点であるんだけど、ダメージがね結構ね上振り下振りあったね、さあ難しいチョイスになってまいりましたよ。難しい戦いになってまいりましたよまだ SP 使わなくていいかな、まだ SP なしにしようかな。次のあたりからちょっと SP 解禁してちょっとやろうに前回見た誘惑のりあーんって言うかもしれんけどいやでもミニモンってやっぱ強いよね。このゲームのいいとこってさ、おーい外れたー、ここで外れるのでかすぎ。その外れはあかん。これ先輩やってんじゃね、あれ負ける。正直この動画さ、この動画では一回もなんか負ける気ないんだけど、 1P 一回も負けないつもりでいるんだけど、今回の動画大丈夫なんか嫌な予感がしてきました、してまいりました。ピロリ、ピロリこれぞ魔法使いのね、魔法使いの解説やべえからな。いくら弱体化されようがですよ、いくらピクシーゴーストの弱体化されようが、魔法使い相性プラス草原森相性の解説はやべえよって話ですよね。はい、さあ行ってこい。さあ次のためにとりあえず持ち込んじゃうぞ。安定打点を持ってる魔法使いの方が有利に見えるけどな、パッと見。まあこれはもうわざわざ打ち合いですからね。 SP 使ってくると全然勝ってくるからね、もちろん。さあさあ次のターンで決まりますね、これ。さあこの地天使のドームの会合ちまちま聞いてましたね。ついに決着くるか。いやスバース的にはどうなんだろう、スライムも早いしな、どうなんだ。お互いね結構よく見たチームですから、これ。このチームってよくよく考えたらね、結構お互いそこそこ見たチームになるんですよ。戦士のこのミニモンもよく見たしね。ミニモン、あちょっと待って、え負けんの。ピロリあります。はい、ピロリかも、せーの、ピロリ神回避、これを回避がもう、これがこのゲームのいいとこ、そしてこのゲームの魔法使いの恐ろしいとこですよ。これはもう勝ちでしょ、だって戦士が速いわけないもん。きたー、やっぱドロンちゃん君が切れるのが炎の呪文炸裂で、はい、やったー、やっぱ強いんだなこのチームって。いや正直さっきの戦いでもう見せるとこ見せた気がするんだよなもう正直もうさ、見せるとこ見せた感ありますよ僕さあ相手にこれ、相手かパッと見るね呪文の内訳をねしてもらいたいような相手をちょっと用意してみましたけどもさあ結構オーソドックスなね、てかやっぱ2の序盤デッキが揃ってんの面白いな、こう
2の序盤デッキがパッと見揃ってますからね、相手もこっちもね。さあ、メラが誰に行く？誰でも狙う！おー、いい盾に行くね。まあ、メラは全員と行き通るかな？うん。これ、フールブレイクが強いんだよな。昔500、本当に500くらいだった。うわ、待って！ちょっとあんまりだわ。ちょっとあんまりじゃない？それは。もうミニモンとか、このチーム強すぎたんだな、やっぱ。これがだってさ、当時はもっと強かったね。もっとホイホイ受け取ったし。ねえ、フールベグもっと強かったしね。それ弱体化されてもこれよ。まあ今の魔法使いのなんかデンタリッチも相当だけど、それまでのこいつも相当だと思うよ。さあ、わからない。まだわかんないからね。さあ、メタルギリー誰に行く？ゴースト！いや、でも、普通にね、デンタリッチと違って、このかわすのが耐久になっちゃってるんで、かわすことによる耐久になるんで、このチームの場合。その関係上、安定して勝てるかというと、実は、安定して勝てるわけじゃない。本当にギガンツでボコボコに殴られる可能性もありますからね。さあ、状態上スペシャルで、ちょんと、あれ？ちょっとこれは、効き目が悪めムービング？そう。デンタリッチは受け止めて、耐久が高かったわけですよ。こいつらは回避による耐久を確保してるんで、本当に実は回避ができなかった場合は、まあ負ける可能性は普通にありますよね。大いにあります。普通に、ボコボコ殴られて負けるのは。おっとおっと戦士チームちょっと有利な、圧倒的有利になってないこれ。今ちょっと有利だね、完全に。このチーム、ちょっと怪しくなってまいりましたよ。雲行き怪しくムーミング誘惑の踊りが1体しか刺さなかったな。まあ大体大会でやっぱね強かったのは誘惑の状態上ですよ。やっぱ大会で、まあ、もちろんギガデインとかも強いんだけど、そんな中でやっぱね状態上でさ、相手を一旦全部バーンって止めるとか、そういう攻撃の方が圧倒的に強いのは間違いないからね。おっと、メタルギーが魔法使い、あーよ、魔法使い受けないか。魔法使いは受けてほしかったね。今ちょっと魔法使いは避けて欲しかった感がありますね。さあ、このターンを耐え切れば2ピア勝てるんじゃないかな。え、2ピチーム勝つのってなってるけどね。はい。1、2の3。よいしょー。ちょっと待ってくれよ。いや、でもこれね、2ピチーム勝てるかも。あれ、これ2ピチーム勝てる？もしかして。あ、全員勝った。これは、あるぞ。あるなあ。あるなあ。あれ？魔法使いチーム。そう、これで避けないと負けるっていうのはね、あるな。これメタルギアだったらほぼ負けかな。おお、ここでピロリかましていく。ここでピロリをかましていく。どうだ？このヒャドの打点大事よ。白の血だねな。260億円で720残ったな。そういう、さあ、ラストは、わかりますね。さまよえる白浮きしていたんですよ。つまり 1P チーム勝てる確率を1つ設けます。回避不可能の攻撃が合体も咲きますよ。行くぞ。タッピー氏の無念、今ここに。え、タッピー氏、え、タッピー氏勝つの。さあ、回避不可能攻撃絶4投。強かった。タッピー氏は間違ってなかったんだ。格上となりました。いや、相手格上じゃね。これ相手の方が格上だな。完全にそのモンスターの絵面だけ見ると格上だわ。いや、でもお互い、これお互い魔法使いです。でですね、注目してほしいのがね、2P の技、フールストライクです、これ。フールブレイクってわかるじゃないですか。この2力の杖は、ヒャダルフを捨てた代わりに安定した打点であるフールストライクを手に入れた2力の杖です。結局2力の杖が強かったんだけどね。さあ、それにね、立ち向かいます。どっちかといえばね、向こうの方が格上だね。見た目も多分ね、格上だし、なんだったら強さも格上まであるな。デビルアーマーに結構だいぶ効くな。さあ、デビルアーマーが。ピクシーがデビルアーマーにデイン落としたいね。おーい、ここピロリー。さあ、魔法使いピロリータイム入りました。この格変のピロリーが強すぎる。誰に打ってもダメだなー。あー、まあそうなのか。誰に打ってもダメなんだよ。デインはデビルアーマーか。さあ、大丈夫か、本当にちゃんと狙えるか。ピクシー自覚、ピクシーの自覚、はい、よいしょ。誰狙っとん。ぶっちゃけねえよ、どうせ。もう来た、これよ、
フールストライク、あーよいしょ。おー、ピロリ。そう、全体攻撃とそうか、ピロリは響いてくるな。もちろんフールブレイクで1体で避けるのもあれだけど、で、このドルマがね、多分ピクシー飛びます。基本ピクシー、確か。あれ違う、あ、ゴジョン飛んだ、珍しい。ピクシーだと思ってた。あんま変わんないのかな。へぇ。さあ、お互い安定した打点で、さっきの1回のピロリがだいぶ響いたね。ダークエッジのピロリはね、だいぶ響いてました。必殺、こちらもフーベイク。はい、対戦虫、1、2の3、セロットン外し外され。さあ、ピロリカモン、ピロリタイム。おー、避けるね。ピロリタイムが強い。お互いピロリが多いんだよ、今回。今回の動画、ピロリ多すぎない？さあ、今度はどうだ、ダークエッジ。おー、当てた。そうだよね。ダークエッジが安定した打点になるもんな。さあ、どうしてもドロンちゃんの火力は、誰に打ってもこんなもんやな、多分。お前適当なとこ打ってるけど。ベインの打点が大事。ピクシーちゃん、ベイン優勝。完璧。ここで取り返す。デインの打点を取り返していく。さあ、ナイトはね、多分ね、まあ、ドルマかナイトリーマさん、どっちでもね、そうだよ、ピュッピュ、あんまり効いてないぞマジか、ここあんまり効いてなかったんだ。まあ、ナイトリッチは耐久だからな。魔法使いと相性ある。ナイトリッチってバトマスとも相性ありますけど、魔法使いとも相性あってね、賢さの上がったドルマが強いわけですよ。さあ、状態タイムです。せーの、はい、せーの、あれ今日のマーニャどうした？何、メダパニーマの方が良かった説もあるけどね。まあ、ぶっちゃけこのメンツはメダパニーマに向かったんだけどね。まあでもフールストライクを止めたか。フールストライクは止まった、確かに。主人公次第。正直、お互いのチームも、とも、主人公の火力次第かもしんないね。さあ、怪しいところでは、ピクシーのデインがデビラマに当たると一気に勝ち筋に近づきます。さあ、判断力的のピクシー。はい、デインよいしょ！あれどこでなっとん？さあ、まだこっからですよ。いや、どうなんだ？せーの、ダークチ。おー、ピロリー！ここピロリは強いな。ここのピロリは強すぎるな。さあ、つばずれでもしましょうかね。まあ、どうしてもつばずれは、僕の都合上、ゲージがね、ゲージ適当だったり、つばずれ合いの判定があれだったりしますけど、許してくださいね。どうしてもね、一人しかいない関係上、一人将棋なのでね、ゲージとかは目をつぶってください。2秒と7秒で終わります。2秒7秒で参ります。あれ？ああ振っても反応しなかったよ、今。3、2、ここ！ここ！ここ！うわあリモコン振っても反応しなかったべ、ね、今振ったり連打したりします。まあそりゃそうですよ、そりゃそうですよ。でもしかし、でもですよ、 2P チームには SP が残ってますよ。 SP まだ、あ、SP 残ってます。SP 残ってるんですよ。SP は残ってるんですよ。このゲームの仕様はご存知ですよね。このゲームの仕様ご存知ですよね。とどめ溜まったら勝ちっていう当たり前の仕様で、誰にもわかる仕様が。なあ、もうピロリを、こいつら、格上に平気で勝ち上がる。行くぞ！なに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 、もう何でもいいじゃん。いくぞ、ドヤモの構造です。いきます、いきます、内面交換曲。いや、これ感想だったね。正直あまりにもそのフールサイクルやダークエッジのピロリが多かったから、もうほぼほぼ回避率による感想だわ。ちょっとまた現場にやってきた、もう。いや、でもね、俺分かった、強いチームは強い。